燃料電池車をはじめとした水素社会の到来に備え、材料の世界でも盛んに研究が行われています。しかし一部の金属には水素に触れると脆くなるという大きな問題があります。実際に強さを比較すると、この金属の場合 20% も弱くなっていることが分かりました。水素は非常に小さい分子です。金属原子の間に入り込んで粘りをなくすため、金属は脆くなります。水素贅化と言います。見た目で分かりやすい錆と違って、水素贅化は外見が変わらないため、気づいたら配管が脆くなっていたということが起きる怖い現象です。しかし今までは水素が金属のどの場所にどのくらい入り込むのかを簡単に知ることができなかったため、水素贅化に有効な対策が打てませんでした。この問題を解決するため、まずは水素を目で見えるようにしようと立ち上がったのが板倉明子です。板倉は電子顕微鏡を独自に改良、特定の材料でのみ利用可能だった ESD という手法を進化させ、さまざまな材料で水素の動きを可視化する観察技術を開発しました。最初の改良は水素を吹きつけながら金属を観察できるようにしたことです。観察したい金属材料を特別に作成したホルダーにセットします。このホルダーは下から水素ガスが供給され続けるようになっています。ホルダーを電子顕微鏡にセット、顕微鏡の内部は次のようになっています。金属の下から供給された水素は試料に染み込み、時に金属を脆くしていきます。その後、金属を完全に通り抜けた水素は表面にたどり着きます。そこに電子顕微鏡の電子ビームが当たると、表面の水素はイオンとなり表面を離れます。出てきた水素の量と場所を共に記録できれば、どの部分からどれだけの水素が透過してきたかがわかるんです。例えばこのステンレス鋼の場合、水素を透過させます。水素が出てくる場所は均一ではありません。これを実写の電子顕微鏡映像と重ねると、金属の組織と組織の縞に沿って水素の染み出し方に濃淡があることがわかります。水素が見えるようになった顕微鏡、さらなる改良によってこれまで知られていなかった水素の挙動まで発見することができました。それを実現させたのは板倉の強力なパートナー宮内です。宮内は検出した水素イオンを一つ一つカウントし、時間ごとに積算するプログラムを作成しました。これにより水素が金属を透過する様子は一定ではなく、実は時間とともに変化していたことを捉えたのです。先ほどのステンレス鋼で見てみましょう。最初の2時間後、水素が多く染み出てくるのは結晶と結晶の境界およびそれが集中している場所であることがわかります。従来予測されていたのと同じ結果です。しかしその後、時間が経つにつれ、結晶の境界よりもオーステナイト結晶自体からより多くの水素が染み出すようになることが分かりました。短時間の試験だけでは水素贅化する部分を正確に把握できないことが初めて明らかになりました。長時間蓄積した観察をしなければ完全に見落としていた水素の挙動です。現在板倉のもとには水素社会を踏まえ、水素貯蔵施設や配管などの部材を作る数多くの企業から測定の依頼が寄せられています。材料の中のここに水素が来ると危ないとか、ここが弱いっていう場所を知りたい人は大勢いるんですけれど、それを絵として見ることができると。でそれをちょっと温度を上げてやったり、そのリアルタイムで見ていくことができるっていうのが大きな特徴かなと思います。はい。